キカイダーをね、初打ち以来、久々に打ってきたよ。キカイダーこれね、俺の地域導入がもともと少なくてね、初打ちできるかどうかね、信頼の頃不安だったけどね、一店舗だけ、まあ、入れてくれてね、近くの店が。で、まあ、そこそこ早く当たり引いて、そこそこね、続いてくれたもんで、結構ね、いい印象でね、キカイダーは、終わっとるんだけれども、まあ、それ以来のね、2回目ということでね、今回は。で、初打ちではね、マックスタイプだったけど、もうなかなかね、マックスタイプもないもんでね、今回、ライトミドルということでね、打ってきたんで、見てみて。
攻撃を封じてみろ。
機械のって感じだよね。マジでこれ。いやー、今回もね、初当たり早めに、というかかなり早くね、引くことができてね。で、まあ、ライトミドルだけあってね、出玉は本当にね、ションベンの遊びみたいなね、少ない感じだったんだけど、まあまあ、9連してくれてね。で、まあ、よかったわーとね、思ったらまさかのね、電柱保留のね、残りで引き戻して、またまた9連っていうね。いやー、もうこれはね、いやー、本当に、初打ちでもね、世話になってね、また今回2回目もね、世話になってね、演出面もね、俺はね、結構楽しいかなと、思うし、まあ、相性も良く、すごい気分良くね、終わることができたね。で、この日はね、お母もね、一緒に、うちに行ったんだけど、で、お母はね、まあ、やっぱり、ダントツで刑事が好きっていうので、まあ、他のライはそうそうそんな歌あんのだけど、で、まあ、まあでもなんだかんだ打つとね、あ、まあまあ面白いね、みたいな感じなんだけど、なぜかこのね、機械だには、かなり、酷評だったね。久々にこんなつまらん台を打った後ね、まあ、お母は言っとったけれども、俺はね、まあ演出面含め、面白いかなとね、割と思うもんで、未だに初打ちをしとらんっていう人もね、結構おるんじゃないかなと思う騎手だけれども、まあもしね、近くのホールにあったら打ってみて、まあでもね、ライトミドルよりはマックスタイプの方が個人的にはおすすめかなという台だね。ということで、機械だ今回も気持ちよく終わることができました。でね、そこそこ出たので、昼飯カレーを食うことができました。ござっ。